皆さんこんにちは、エルザです。今回は弓で連敗した時に意識することについて解説をしていきたいと思います。こちらについては過去でも紹介したことがあるけど、それを今の環境や考え方の変化で変わった部分もあるので、改めて紹介できればと思います。まあ、いつものようにね、最初は普通のプレイをした動画を流すので、まあ、解説が気になる方は概要欄から飛んでいっていってください。それでは早速いきましょう。はい、編成こんな感じですね。ちょっとこちらが手数が気になるところなんですが、まあ、スクスロとブラスターがどうなるかなっていう感じですね。さあ、初動はいつも通り左の方から、ちょっとね、左の方に敵が来るとね、しんどいんで、まず左から矢倉を押さえるようにします。味方ナイフだね。はい、さあ11で、ちょっとこれ相手抑えたい、それを抑えたい。あー、ナイスで、そこ取って、ナイスナイスナイス、味方ナイスで、左メガホンで誘いながら、これどうかな、上下、あーいいね、味方、あーいい、ナイス、いいカバーしてくれるね、味方がね。ちょっとこれ矢倉乗った状態で行こう。あー、それは、いや、だからさ、ウルソヌあれダメだってまあここは飛んで、はい、まあカウントが進んだんでいいかな。とりあえず23、まあまだ返されそうなカウントだけどね。で、左上からちょっとルートを押さえながら行きたいんで、足場整いつつだね。やっぱいるね、左、やっぱいるよね、そこね。で、左3人かまたまってるからナイス。メガホン使いたいけど、ここは1回落ち着いて、だいぶね、だいぶ動きが悪かったけどね。さあ、ここから、あんこに合わせてメガホンを使っていく。で、漏れてきたのをメガホンとメインで仕留める。いいね、メガホンやっぱ強くなったね。相手の逃げ方が違うもんな。ここ、巻いて、巻いて、そこ、さらに、あー、それ、スクスロは無理。スクスロにそれは無理。それは助けれんわ。あ、でもデスしてない。すげえ、見事。これ引こう引こう引こう。やばい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 。またウルショが来てる。マジさ、ウルショさ、飛びすぎなんだって。強いよね。ほんと一気に嫌いなスペシャルになった気がするな。はい、ポイズン投げて。そうだね。スペシャル的にね、返されやすいスペシャルが多いからな。こっちちょっとね、弱いところあるからね。メイン当てていきたいよね。メガホンか。でもこっち狙ってないから、ここ、あー取れない。いや、マジでさ、ウルソにしかやられてないんだよなウルソにしかやられてないの、どうにかならんかな。弓の射程と、てか弓の射程より長いからね。はい、一回ここは箱、ちょっとね、人数がねやばいんでね、これ一回挟もう。よし、ナイス。味方もカバー来てたしね。これは一旦距離置いて、いて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 、詰めよう。炭酸、あー、メガホン、あー、いや、これは、落ち着いて、よしよしよし。そうそう、あれはね、もう歩きてジャンプすればね、避けれるから。さあ、乗ろう。ちょっと、グレバリがね。おぉ。ナイスー、いいカバー。またウルショ、まあ、降りるよ。多分、矢倉に向かって撃ってるからね。さすがにね、ウルショゲーすぎる。そこいない？いないね。よいしょ、っちか。お、味方繋いでくれたね。もうこれ飛ぼう飛ぼう。これはもう飛んで稼ごう。はい、よし。ポイズン、よし。あー、カウント進んだけどなー。もうちょいやなー。さあ、ここはあれだね、またウルショか。とりあえず残り1分切ってるから。そうだな、難しいよね、この展開の時ね。メガホン、ウルショ、これスペシャル貯めたいね。残り30秒で。そうそう、またウルショが来るからさ。でも多分あの状態で倒されるとあれだよね、スペシャルゲージ残ってるよね。もうここ一回使おうか。人数がね、ちょっと間に合わん。
ブラスターと、ブラスターと行動したいのはあるが。あー、痛い痛い痛い。それ取れない。あー、ナイス。さあ、延長戦。あ、味方止めてるね。いいね、いいね、いいね。あー、でもちょっともうちょいか。ナイス、ここも、もう一枚取りたい。あー、取れないか。来てるね。落ち着いて。よし、もう、ここ、ここ、ここ。結局、そうね、ウルソに負けずいけたのよかったな。はい、という感じで、まあ、1試合目はこんな感じですね。まあ、結構ね、しんどい試合というか、ウルソにやられる傾向が多かったね。はい、それじゃあ本題に入っていきたいと思います。今回のメインは弓で連敗した時に意識することについてですが、これはパワー帯とかでいろいろ変われる部分かなと思います。求められるエイムとかキャラコンがあるから、当たり前といえば当たり前の話なんですよね。ですが、それを省いた場合、ある程度意識すると見直しの箇所として効果が高いことがあったので、今回はそれを紹介していきたいと思います。まず一つ目。こちらに関しては味方のカバー度合いですね。これは単純に味方と連携度合いや視野の広さを確認するためになります。負けが続いている時って対面とか状況がきつくて視野が狭かったりするんですよね。孤立したりする可能性が高いです。で、状況がきつければまともに攻撃すらできないですし、孤立している自分や味方がいれば的になってしまいます。これを未然に防ぐことを負け筋を消す方法にもなってきますね。実際に後衛のカバー力って相手への圧と味方の生存力につながる部分なのでかなり重要です。それでは対策ですが、味方の名前を意識するようにしていきましょう。ネームの場所が自分の前にあるように常に陣形を意識するということです。この味方に対して必ず相手は攻撃をしてきます。その邪魔をするようにカバーをしていくというわけですね。味方がいない場合は後方の確認などを軽くしたり、左右に目を配るようにして探すようにしていきましょう。二つ目はルール関与の度合いです。ルール関与ばかりしていると攻撃の頻度が低くなります。これ意外と落とし穴だったりするんですよね。まあ、特にエリアや矢倉の関与で考えてみるといいんですが、ルールを境に相手との距離感が離れやすくなるというのがあります。しかも味方のルール関与次第では試合中の全てのルール関与をする必要があるので、さらに攻撃の回数が減ってしまうということが起きますね。やたらエリアと矢倉でキル数が減るという人はこういったルール関与が起きている可能性が高いです。本当なら味方と協力してルール関与の負担を分散するんですが、それがなかなかできないというのが理由なわけですね。それではこちらの対策ですが、ルール関与をして負けるようであれば、ルール関与のための1キルを狙うということをしていきましょう。これは相手のルール関与や防衛人数を減らして1人でも対応ができるようにするという状況を作るためです。キルを取るということは塗りや乗りといったルール関与をする人を減らすということが可能になります。倒せなくてもその場からいなくなるということをさせればルール関与ができなくなりますので、こちらの関与負担が減らせるんですよね。人数有利や場面有利を作って自分が楽になる行動をするわけです。こうすると2つもキープできます。もちろんカウントは多少進むということはありえますが、その分こちらもカウントを進める気持ちで立ち回っていくということが大事ですね。最後に3つ目、射程の管理です。これは自分で見直す際に一番気にしている部分ですね。トライストリンガーを使っていると曲射と射程の良さというところからギリギリで対面をすることが多くなりがちです。このため知らないうちに攻撃が届かなかったり、避けやすい攻撃となり相手がその場に居座りやすくなるというわけですね。相手の攻撃を動かしたいのに、こちらの射程の管理の甘さが相手を有利にさせるということです。皆さんも同じ攻撃武器の対面をしたときに下がり気味の相手だった場合、脅威を感じることってありますか？多分これに関しては対面がしやすくて抑え込みもしやすいのかなと思います。かなり楽だと思いますね。しかも敵前衛のカバーも来ないので、前衛自体も倒しやすくなるっていう恩恵もあります。負けが続いていると知らないうちに萎縮するっていうことはよくありますので、こういった行動を自分がしてしまっている可能性は十分にあり得ます。これを防ぐために一度メモリプレイヤーを見て射程の管理をしてみることをお勧めしたいと思います。個人的には射程はだいたい 4.5 のラインですね。まあ、レティクル内で意識して動くようにするのが一番いいかと思います。それでは解説に関してはこんな感じになりますので、残り時間試合の方見ていきましょうか。
まあ、いい感じにヤグラ取ってるね。ただ、まあ、34ってカウント結構危ないんで、このあたりは返していきたいけどね。あ、味方ナイスすぎる。ナイスナイス。ここ一回スペシャル貯めたい。結構ね、ヒラメはね、やっぱ勝率が難しいっていうか、武器相性とかも出てくるからね、大変なマップではあるんだよね。あ、取れた。あ、いや、アシスが味方が取ったね。ナイスナイス。味方偉いね、シャプマの人ね。これちょっと相手飛ばないっす。あのね、メガホンをね、残り時間に合わせて使いたいんで、一旦貯めるの優先してます。で、中央からここからサポートできるからね。これだけで。で、ちょっと使ってしまったけど、よしよしよし、味方ナイスナイス。あー、これを押し込む。これを押し込む。もうダメ押ししよう。はい、ここ。当たれ当たったけど、かさ当たり。あの、乗れない、ナイス。あー、ごめんうん、これはちょっとね、やらかしたで、乗り方ね。さて、こっからだね。まあ、防衛が一番、ヒラメ怖いよね。足場がさ、中央すぐ取られるからさ、あんな感じで、なるからね。しかも、ローラーがそこまで出てるって、なかなか、きついな。とりあえずメガホンはもうちょい溜まりそう。まあ、ワンチャンだね。一回のチャンスで持っていけるかどうかみたいな。やっぱりローラーがいたね。でもこれで取れれば、あ、ナイスナイスナイス。あ、ローラー降りてきた。それボム刺さる。あ、ナイス。最後偉い。はい、ということでご視聴の方ありがとうございました。まだまだスプラの解説はその他のゲームも随時投稿していきますので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。